はい、では今日も社長の仕事365日チャレンジを始めていきます。今日はですね、125日目になります。今日のテーマは社員に2つの専門領域を身につけさせようということです。ちなみにこれは社員の人は2つなんですけど、社長はですね3つの専門領域ということになりますので、ちょっとこれも後で紹介したいなと思います。で、社員の人は2つの専門領域なんですけども、大体ですね社員の人って一つの専門領域を持っていると思うんですよね。まあ、例えば経理の人であれば、まあ、経理のね、スキルを持っているので、その会社で働いているということになりますし、なんかこう IT のことを担当しているんであれば、その IT のね、スキルを持っているから、その会社で働いているということになるわけですね。なので、大体会社員の人って一つの専門領域を持っているんですよね。ただ、今の時代って、そういうスキルっていうのは比較的、コモディティ化しやすいという問題があるんですね。で、このコモディティ化というのは、要はどこでも手に入るスキルということになるので、それだけ持っていてもですね、市場で価値がないわけですよね。例えば、今だと、その経理のスキルっていうのは、比較的こう IT で置き換えられやすいですよね。なので、それだけ持っていても、なかなかこう市場での価値っていうのは上がらないということがあると思います。で、これ IT のスキルに関してもそうで、まあ、昔はね、こう IT できる人って少なかったんで価値があったんですけど、まあ、今、子供の頃からね、プログラミングとかしますんで、これも要はコモディティ化して相対的に価値が下がるということになるわけですね。って考えたら、こう社員の人がこうキャリアをね、組み立てていくにあたって、一つだけではやっぱダメで、二つあるといいんですね。例えば、IT とね、マーケティングがわかるとか、経理と他のなんかスキルが分かるとかってなると、非常にこう、レアな存在になるので、市場での価値が高くなるということなんですね。まあ、そういう意味で、2つの、専門領域を持たせましょうということなわけです。で、これは別に、社員の人から見たときのメリットだけじゃなくて、会社としてもですね、2つの専門領域あると、その人ですね、いろんなところで活躍させやすいので、いいですよね。ことになるわけです。で、次に社長なんですけれども、社長はですね、2つではなくて3つあった方がいいということなんですね。で、これはですね、私たちがいつも職人型ビジネスって呼んでるんですけども、普通ですね、ほとんどの会社っていうのは、大体社長の職人的な専門能力で独立するんですよね。まあ、例えば美容師さんであれば、その美容師としての専門的な能力があって、まあ、それをベースに、まあ、起業してやろうと。いう話になって美容室を開くわけですよね。で、税理士さんであればその税理士としての能力を身につけてですね、働き人として、そしてこれ一人でやってもできるなと思ったら独立してですね、税理士事務所を開くということで、まずはその一つのですね、専門能力を持って独立するわけですね。で、これだけやっててもですね、僕らが言ってるこの職人型ビジネスっていうのになっちゃうわけですね。で、これどういうことかというと、要はその職人的なスキルだけ持っているので、要は今までは雇われ人でやってきたんですけど、今は独立したとはいえ、上司が、ね、お客さんになっただけで、日々その作業をしているだけということになってしまうわけです。なので会社はそれ以上広がらないということで、日々忙しくですね、その専門的な仕事をずっとやり続けるというだけの、まあ、経営者人生になってしまいますよということなんですね。なので、まあ、基本的にはそういう職人的な仕事と経営の仕事っていうのは別物ですよということを理解することが大事ですよというふうに普段伝えているんですけれども、って考えたら、社長になる方はまずその自分のですね、職人的なスキルプラス経営の能力っていうのは、絶対に必要になってくるわけですね。で、これが2つ目のスキルということになるわけです。で、これだけ身につければ良さそうなもんなんですけれども、とはいえその業界でですね、ある程度うまくいく人っていうのは、もう大体自分の職人スキルとその経営能力っていうのは大体持ってるわけですよね。で、考えたらこの2つだけでやっぱ足りなくてですね、それだけだと普通のビジネスでしかないということなわけです。なので、そこにもう1個加えましょうということで、その自分の職員的なもともと持っているスキルプラス経営の能力プラス何かということですね。そこを見つけるということになるというわけです。
で、例えば私のこれ知り合いの、司業の方なんですけれども、その例をお話しますとですね、まあ、その方は司業なんで、もともと自分の専門能力があるわけですね。で、プラス、まあ、僕らが提唱しているこの仕組み経営っていうのを学んでいただいているので、経営の能力も身につけているということなんですね。で、この二つを身につけると、まあ、そこそこ成功するわけですよね。その業界の中では。みんな職人的なスキルしか持ってないんで、経営の能力があるだけでもそこそこうまくいくと。で、その人はさらにそこに加えてですね、まあ、IT の活用というスキルを身につけたんですよね。そうするとですね、その業界の中でそこまで IT のツールを使いこなしている事務所って、なかなかないってことなんですよね。そこでまず思いっきり差別化できてですね、かつそのやり方っていうのを同業他社に教えることでまた新しいキャッシュポイントを生み出しているということなんですね。で、こういうふうに、3つあることで、まず業界の中で飛び抜ける存在になることができて、さらにそこから新しいキャッシュポイントが生まれるというふうなですね、モデルを作っています。まあ、そういう感じで、社員の人には3つ、社長は3、あ、ごめんなさい、社員の人は2つですね、社長は3つの専門スキルを身につけるといいんじゃないかなと思います。というわけで、また明日お会いしたいと思います。